関東と繁盛で連勝した織田信長軍はオロチ軍の戦力を大きく削いだ。一方志摩左近は孫策と接触、また繁盛で分かれた花崗豚は宗妃と接触、着々と信長の目論みは実現していった。ここに来て信長が勢力を超えた連合をなそうとしていることに気づいたオロチは妲己に信長を必ず滅ぼすよう厳命。妲己は残存兵力をかき集め大軍を編成、信長軍と五条原にて対峙した。申し上げます、オロチ軍の宗妃が葬儀を再興しオロチから独立、属国であった孫武も孫策が反逆、混乱状態に陥っている模様です。刃の芽ついに花が咲き、オロチに刺さり始めたか。まずは防壁を利し、前線の敵を崩す。貴様はここで口を当てろ。次に会った時が貴様の最後だ。我が力、存分に味わうぞ。敵将、討ち取ったり。冴えているな。次に会った時が貴様の最後だ。敵将、討ち取ったり。あっぱれ、褒めて使わせ。今回は余裕って感じだ。ゆっくり遊んで。伊達が鉄砲の恐ろしさ味わうがよいわ。敵将討ち取ったり。冴えているな。敵将討ち取ったり。冴えているな。さあどこからでもかかってこい。まだまだこれからだよ。強靭よ。これ以上は進ませんぞ。遠慮はいらぬぞ。いざ。次は負けない。敵将打ち取ったり。あっぱれ、褒めて使わせ。どこにもならぬ。敵将打ち取ったり。冴えているな。やろう、やっちゃう、悪いな。ひとまず撤退だ。敵将打ち取ったり。あっぱれ、褒めて使わせ。バカめバカめ、なぜオロチを認めてやらぬのだ。これはどうにもならぬ。敵将打ち取ったり。冴えているな。全力で来るがいい。これはどうにもならぬ。敵将打ち取ったり。腕を上げたの。楽に勝てそうだけど何か裏があるのかな。ま、ちょっと続っちゃえば関係ない。全力で来るがいい。今後は引かねばなるまい。敵将打ち取ったり。あっぱれ、褒めて使わせ。闘争の鐘は鳴り、男の友情なんて頼りになんないって分かってたけど、また私が相手しなくちゃダメなんだけど。俺の攻撃かわせるか。早きこと風のごとしなんてな。さすがは
伊達の鉄砲恐るべし。じゃがじゃがわしの軍略に資格はないよ。これ以上は進ませんぞ。ひとまず限界だ。敵将討ち取ったり。冴えているな。ひとまず撤退だ。敵将討ち取ったり。あっぱれ、褒めて使わせ。間を置かず攻め立てよ。貴様はここで口を止め。来たか、自分心。次に会った時が貴様の勝利だ。敵将討ち取ったり。冴えているな。私の分、あなたは抹殺できそう？私とやるつもり？一緒に投げてない？見せてもらおう。ありゃりゃ、あの人たちってまだ生きてたの？敵将、討ち取ったり。戦場にとどろく武者ぶりぞ。生きておったか。あいにくじゃったな。わし結構しぶといよ。オロチナキアとは戦場であろう、存分に闘争を楽しまん。天の導きによりついに三将が結ばれたか。太平の世の到来は近い。